でね、今日はね、これだけ見せようかなと思ったんだけども、やっぱアルバスさんが、じゃあもうちょっと見せてあげてくださいということで、スペシャルに、今、一番世界で話題になっているサルサといえば、コロンビアのカリという町のサルサなんです。で、9月の10日から9月の15日まで、コロンビアサルサツアーというのを、アルバスさんと僕の方でもやります。全世界からほとんどジャパンサルサコングレス、ワールドサルサコングレスの審査員、ダンサーが全員参加します。今日本でも10人ぐらいから今申し込みがありますけれども、その中でそのコロンビアのサルサというのは極めてアクロバティックでフットワークが素晴らしい。で、とにかく僕も行ったことないからわからないんだけど、とにかく話聞いてる限りではもうとにかく生活のために3歳ぐらいの子は1日100回200回バク転やってる。2万人のサルサコングです。そしてステージの裏には整骨院救急車が いっぱいという、そういうとんでもない状況で生活のために踊る。本当にやっぱり貧乏な国で、やはり素晴らしいダンサーになって成功しようという、やっぱそのエネルギーがあるからこの素晴らしいサルサが出てきたということで、今ぶっちゃけた話、その誰ももうこれ勝てないと。ただね、ルールとしては一つの国からファイナルは3組しか入れないわけ。50組素晴らしくて、その4番目の人たちもその世界で1位になる可能性があっても、その3組しか選ばれない。それのチーム部門の映像を見てもらったりです。とにかく僕たち審査員は自分たちが点数つけるのを全て忘れて棒立ちの状態です。もうまさにこの振り付けは絶対どこの誰も彼ら以外は考えられない。本当素晴らしかった。で、マイアミは今年も3月から6月まで僕がやっているサルホナイトのペアコンペティションで入賞した人がジャパンサルサコングレスに選ばれ、そこでアルバスさんがもしよければその中からセレクトして12月のワールドサルサチャンピオンシップの資格をあげるということです。今アルバスさんはスイスの、中域とか、今度はポーランドとかも世界中回ってそれの今選考ということで、彼はその年に220日間ぐらい世界中世界60カ国を回ってる、うん、そろそろ OK かな。いや、すごいですよ、うん、はい、ではもうちょっと喋りますね、うん。で、コロンビアは9月の10日から15日で、なんせコロンビアなんてめちゃくちゃ行く機会もないし、でアルバスはもう10回も行って、コロンビアのカリという街は極めて安全な街ということで、世界中からも参加して、コロンビア政府も、ね、協力をしてくれてイベントやります。で、その前後にせっかくあそこまで遠く行くんだったらば、マイアミにも、マイアミでストップオーバーするからマイアミで一泊、マイアミのマイミナマイアミバイスって映画見たことあると思うけども、あそこにサウスビーチっていうね、とんでもないどっちかというといかがしいかっこいい街があって、そこにいっぱいサルサクラブがあるわけよね。で、そこら辺でも前後一泊ずつ、サルサ、ツアーをやって、そして、コロンビアのカリに行こうと思っています。とにかく世界中でだから別にコロンビアじゃなくても自分たちの行きたい国、もう本当に50カ国60カ国このモロッコでもあるっていうし、ポーランドもあるし、それからなんだっけセルビアだか、そこら辺でもあるっていうし、どん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 行ったらいいなと思います。それでは、お待たせしました。しっかりご覧ください。Ladies and gentlemen, the third annual World Salsa Championships, the reigning World Salsa Champions in the team division, De Cali, Colombia, number 419, Mulatto y su swing latino Diego!
はい、ということで、ワールドサーサーチャンピオンシップの映像を見ていただきました。どうもありがとう。